とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリークエストをやっていきましょう。3の場所が結構出てるね。地下寺院、そして、ここ、薄暗いジャングル。とりあえずこの2つ、サクッとクリアしちゃいましょう。狙いは、これかな？闘志の締め具、そして影の衣。まあ、ミステリーアーマーでも OK ですね。で、手前の方は、まあ、基本防具だね。ウィザーと、スパイダーアーマーか。それが狙い目です。では、早速こっちから行きます。それでは行きましょう。ここは魂4倍。で、流れ込む魂で敵は追い打ち。まあ、余裕だね。めちゃくちゃ余裕なクエストとなってますね。行きましょう。あーやばい、いきなりピンチ。12月の14日かに、アップデート来ますよね。で、そのアップデートで、なんかね、この、バブルバースターの性能が落ちる気がするんだよな。気がするだけ。で、もしも落ちなかったらそれはラッキーです。でももしも落ちてもいいように、その時の装備を今のうちに揃えたいんだよね。まあ、そこそこのものは、まあ、持ってはいるんだけども、ちょっとね、画期的なやつっていうのを、少しね、厳選して、あーやばい欲しいんだよね。なんでちょっと今のうちから頑張っておきたい。できればウィザーとか。ウィザーがいいね。ウィザーの防具で、ポーションバリアと、あと、いつもの、クールダウン、雷フォーカス。そのあたりがついたやつが欲しいところです。カバンビルドがね、まだね、息をしてるかどうかがちょっと微妙じゃないですか。あまりにももう、このビルドが強すぎて、ちょっとなんか修正食らうような気もするんだよね。どうなんでしょうか。まあ、とりあえず、それはね、その時になってみないとわからないんで、まあ、それは待ちますけども、まあ、そうなってもいいように、装備品というのは、揃えておきたいところです。よし、行くぞ。はい、ボスまで来ました。全部取ったね。脅威3で、ダメージが 4% 減、40% 減少して、モブダメージが 140% 増加、 10% の速度アップ。まあまあまあ、食らえば死ぬけど大丈夫でしょう。普通に行きまーす。もう最悪だ。ちょっと待って、死ぬ。あ、これ難しいわ。わかった。こいつは難しいぜ。やばいぐらい難しいかもしれない。やっば。ちょっと待って、装備変えよう。これ装備絶対変えた方がいい。あ、ちょっと待って。敵がね、おーおーおー、ああ、よかった。同時に倒したわ。バブルバースターの性能で。よかった。じゃあ、あとは、クリアするだけか。それでは、報酬はなんだ？まず、ベノムグレイブ。そして、次。あー。いまいち。でも、ウィザーアーマーが4つか3つ出てるんで、まあそれを見るのはちょっと楽しみだね。よし、次でーす。では行きましょう。ちょっと時間変更が、日付変更か、が来てて、ジャングルがね、デイリーじゃなくなってました。こっち、寺院がデイリー3になってたので、こっちの寺院の方、行きます。変更点が、HP が 30% 減少して、
レッドストーンキューブになる。で、食料貯蔵か。レッドストーンキューブがね、ちょっと嫌いなんだけども、まあまあ、クリアできるレベルではあると思うので、これで行きましょう。え、何ここ?入れない。弾き飛ばされるんだけど。なんだこれ。変な洞窟発見した。まあ、ただのバグだろうけどね。よし、それでは、ボス来ましたね。ちょっと装備を考えようか。あ、いやいや、OK。そうだ、シングルプレイだから、装備変えるときに時間が止まります。よかった。敵がピヨったときに、ガーッと、一気に削り切ろうか。まずは、敵がピヨるまではカバンビルドで、ちょく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 攻撃をしていって、敵がピヨったら、一気に叩こうかな。雑魚も結構出るね。まあ、エンチャの敵が出てこなければ、大丈夫。あ、ピヨらんね。あ、ピヨったピヨったピヨった。ちょっと待って。あぶね。アーティファクトがね、ちょうど、最終時間だった。ドラとキノコとパワーシェイカーだね。これが、一番ベストでしょう。できれば、パワーポーションも、事前に、使っとけばいいけど、あ、パワーシェイカーあった。で、そして、攻撃特化にしていく?あ、違う、あー、いや。うん。バトルローブで攻撃特化にしましょう。で、星寄る。オッケー。行くぞ。お、全然減らせない。嘘やろ。全然減らせないよ。びっくりした。え、そんな硬い?びっくりするぐらい硬かった。あ、そうか、そうか。普通じゃ、全然ダメージ、与えられないか。ドラも入って、パワーシェイカーでダメージも、増えてるはずなんだけどね。あ、こいつ硬い。相当な硬さ?そうみたいやね。OK ならば、もう全部から、カバンで、行った方が良さそうだね。そうだね。カバンの、この、超ダメージでこれぐらいしか減らないってことだから、そうか、そんな感じか。あ、うん、全然減らせないわ。通常攻撃では。やっぱりボスには、スポンジが無難だね。はい、来た。スパイダーアーマー。いや、今回の2周、かなりユニーク出た。それでは報酬見てみましょう。なんだ?あー、種ね。次だ、次。防具。ゴーストキンドラ。まあ、まあ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 。ありだね、ありだね。はいはいはい。お、怒り。いらないかな?いや、悪くはないか。悪くはない。けど、今持ってる黄金怒りの方が良さそうなんで、やめときましょう。ではではでは見てみましょうか。ウィザーアーマー、惜しい!めちゃくちゃ惜しいね、これ。うん。これね、もしも黄金で黄金スキルクールダウンだったら、最高だな。雷、ポーションバリア、デスバーター。いや、これめちゃくちゃ最高のやつだわ。で、横は?お、クールダウン。あ、でも、他が良くないね。他がよろしくない。次。あー、クールダウンあるけどね、やっぱり他がダメだ。やっぱカバンビルドするならば、雷欲しいんだよな。次。おー、これも、さっきと同じ、同様惜しいね。雷、デスバーター、ポーションバリア、で、クールダウンさえついていれば、もう最高なんだよね。全部、ほんとニアピン。惜しい。ベノムグレイブ、255。
使わないかな。悪夢。使わんね。使わんね。うん、反逆者いらない。ピンクスコーンドレルも、いらない。で、スパイダーマン。いらん。あ、これは、今持ってるやつと交換しましょう。251だったと思うんで。キンドラーどうだ？いやー、ダメだな。クールダウンがついてない。うん。ダメです。はい。ということで、今日も一個も残りませんでした。なかなか出ない、本当に。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。